皆さんこんにちは、マンダルグルーシです。今回は、信長の野望新世、徳川家康編の続きをプレイしていきたいと思います。秀吉と全面戦争状態に突入しています。今回のプレイの方針ですね、確認をしておきたいと思います。まず、北条と上杉、これらとの同盟を堅持してですね、東の安全を確保した上で、畿内へと進出。秀吉と決戦に及ぶという戦略構想でいきたいと思います。今回はその手始めとして二条城、これの攻略を行っていきたいと思います。では早速ゆっくり時間を進めていきます。では畿内一円の千瀬山付近ですね、ここに暴動を起こさせて、このタイミングで出陣を行っていきたいので、攻略目標に冒頭話した通り二条城、これを設定していきます。準備の城には掛川と駿府も入れます。総兵力約8万というところですね。今が好機よ。で、一騎が起きたら、そのタイミングを見計らって、部隊を投入していくと。そういう作戦になります。では、出陣の準備整いました。出陣します。冒頭話した通り、二条城ですね。ここを攻略目標とします。で、掛川と駿府からも出陣。場合によっては、忠勝、忠次、直政といった各軍団長、これにも動員の命令をかけましょう。では、二条城に向けて出陣です。秀吉の方も、察知しましたね。二条城に部隊を集めているようです。まあ、決戦の様相が高まってきたと言えると思います。では、家康本体が着陣しましたので、これをもって二条城への総攻めという形で、進軍をしていきます。二条城の守りは、これを見る限り、福島正則ですね。さらに五詰めで半蔵も入ってますので、半蔵も二条城に向けて進めます。二条城の北からも部隊を進めましょう。で、合戦に持ち込めるタイミングに入りましたので、合戦に入りましょう。舞台で言うと六原で、藤高の舞台。25,000と決戦ですね。部隊数6万の家康の方が圧倒的に有利なので、まあ何も考えずにここは単純に攻撃を仕掛けて勝てるでしょうと。まあそういう作戦ですね。ではまず、序盤となると思うんですが、前哨戦。戦いましょう。で、秀吉を引きずり出します。はい、部隊数と兵力の多さを生かして、軒口ですね、この2つ破壊しました。あんまり敵の兵力は減らせてないかなと思うんですが、まずはね、しっかりと威風を発動して、確実にこの二条城一帯の制圧を進めていきます。まあ、やっぱり秀吉を引きずり出して、秀吉との決戦に、及ぶというのがね、一番の目的ですからね。そこに向けて着々と作戦を進めていきます。まず二条城を取りました。あとは秀吉がどこにいるか、まずそれを確認しましょう。中川清秀で捕獲しましたね。秀吉の居場所が分かりました。ここに秀吉がいます。なので二条城で待ち受けて秀吉の決戦に及びましょう。秀吉は撤退するな。秀吉の動き見るとここにいますが、秀吉はこのまま行くと、金ヶ崎に入る構えですね。これだと、まあ、もともと意図していた戦略が叶わないということになりますので、ちょっとやめましょう。どう考えても、兵糧的にも持たないですからね。本当だったらね、もうちょっと戦って勝ちたかったなという感じはありますが、一旦軍を引きます。いかに動くか。
さあ、では二条城奪還されると厄介なので、一旦停戦を仲介してもらって、その間に兵力を整えます。まあ、北条が仲立ちになってくれたという形ですね。まあ、ここもやっぱり北条と強固な信頼関係を築いておいた、まあ、その成果と言えると思います。その間にまた兵力を整えましょう。で、秀吉の動きなんですが、我々と停戦6ヶ月結んだので、この間にですね、上杉と戦うようですね。北の将が決戦の地になるようです。秀吉との停戦が切れましたので、改めて攻略目標、昇竜寺城、ここを入れておきます。そして、機内をね、再び攻略すると。まあ、そういう作戦ですね。予想的兵力13万。味方が8万ですね。まあ、この8万という味方の兵力は、家康の直轄領だけなので、忠勝、直政、忠次といった、各軍団長の軍勢を入れると3倍ぐらいの兵力は用意できると思います。では改めて昇竜寺城に向けて出陣します。まあ、何度も再三お話ししている通りですね。やっぱり、秀吉との決戦ですね。これを行わないと、一気に城の数を増やす、秀吉の勢いを止めるということにならないので、まずはね、秀吉の決戦構想、これをなんとか対岸として果たしたいと思います。なので、秀吉がどこにいるかというのはね、常に注意を払っておきましょう。秀吉は今ここにいますね。ここにいるこれが秀吉です。ただ相変わらず秀吉が向かうその先は、朝倉山ですね。ここに秀吉が向かうのか。であれば、昇竜寺城では決戦といっても、秀吉クラスとは戦いにならなそうですね。ちょっと残念ですけどね。まあ一つ一つ確実に城を取っていくと。があります。まあそういうことになるかと思います。申し上げます。くれるでないぞ。忠次の軍勢も筒井城へと攻撃を開始。これはいいチャンスですね。さて、兵力5万と拮抗してる状態なんですが、藤高と決戦して勝てば威風を強力に発動できるので、これ、健康一滴、狙いに行きましょう。秀吉がいないんですが、藤高を撃破したらかなり大きな功績になりそうですね。なんとしてもこれは勝ち切りたい。では進めていきます。家康ですから前線へと出ましょう。敵は強力ですからね。なんとか勝利しましたね。大激戦の末、まあ、形勢もね、逆転に次ぐ逆転という形で最終的に勝利を収めています。これで威風を大幅に発動させることができたんじゃないでしょうか。確認します。ドンと。どれほど行ったか。行った。機内一円、石山五王までを含め、一挙に八つの城、大勝利と言えますね。これちょっと確認しましょう。残っている秀吉の城の数、一気に減ったな。これ機内が一気に我々のものになりましたね。石山五王、有岡城、このあたりも含めて、すべて我々の領土になりました。これで、秀吉は完全に、まあ、敵ではなくなりましたね。あとは、毛利、
長宗我部、これが今潰し合いしているように見えるので、この潰し合いしている間に秀吉を倒して、毛利ないし長宗我部、どっちと戦端を開くか、これをね、考えていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。